うわぁ、綺麗だなぁ。空美しいというやつ。するのにドピッチだ。強すぎず弱すぎず。うわあ、なんかボイルしてる。おっしゃ、また来たー。バイブレーション効くねー、バイブ。相性がいいみたいですね。うん、好きですね。バイブレーションのリフトアンドボール。高地も来ますよね、それ。うん。高地もそれ好きです。荒系は本当にね、これの巻きによく反応しますね。ね、好きですね。ホールさせないでただ巻いてくるとちょっと辛いですけどね。ホール入れてくれる人は。そうです。止めた時にあの動かなくなってスーッと落ちるから食べやすそうになるね。そうなんでしょうね。巻いた時はパタパタしてるんで、やっぱりでもそれの反動振動があるからやっぱ落ちてくるんですよね。そう、追わせといてスーッで食わすという、ね、やるよ。ここで大きいのかけたら、あー当たった。受けたな。ちっこいのがついてた。先にそっちが当たっちゃったんです、ね、あ、豆当たった。はい、ありがとうございます。2日ですね。
行くと大丈夫だと思うんですけど、僕今ちょっと船の上にいまして正確な空き状況とんですけど、もう一度こちらからの今携帯でお電話頂戴してますよね。携帯から根魚専用のメタルバイブです。僕 の、 バイブレーションは全部ダブルフックです。うん入り表仕様なんで。入り表仕様そうしないとルアーがいくつだっても足りなくなっちゃう。足りないですよね。惜しくた一発だやっぱりだ。さすがです。ルアーが合えばね、すぐだね。釣り方がイメージできてる方は早いんですよね。なんだなんだ。あ、バレました。忘れちゃった。ショートマイクはショートマイクですから。バラハタでしたね。日焼けした浅瀬にいるバラハタ。フックは伸びてない。フッキングが甘かった。今の魚が結構いるのでバロメーターですね。なるほど。あれがまあぼちぼち食ってくれるときはなんとかなるかなって。やっぱりね、こっちで釣ろうとするともっとティップの硬いこれくらいの竿が一番向いてますね。これね、グーッと入っちゃうんで、貫通しないんだと思うんだよね。腹筋が決まらないよね。うん、でバラシが増えるんですよ。僕もスロー寄りのファーストテーパーがめっちゃ好きだ、ね、あ、当たった。子供みたいな。面白い。大先輩に向かって失礼だけど。いやいや面白いですよ。そうままです。7、8回巻いて追わせて、7、8回巻いたところで食わせたらあまり潜られなくて済むねんにね。そこまで追ってくれよ。落ちたところで食われると厄介と。まあ日によってですからね。もう落ちたところでしか食わないパターンも結構ある。ありますね。はい、追わせてどうしても食わせたいけど、追わせちゃうともう乗らなかったですね。本当にフォールにしか反応しない日もあるんでね。ありますありますね。どの魚も、まあ、スロージギングは世に出してほしくなかったですからね。僕昔はよし食ったよし食ったよし。ボトムで、あ、そんな大きくないけどボトムでコンコンと落ちた時に食ってきた。お、なんか美しいのが、なんか美しいぞ。増えたい。かっこいい。何増えたい、何増えたいでしょうか。綺麗だね。見てこれ、こんなちっこいのね、強いよね。
やー撮りたいな、こいつ出てくれんかな。あ、動いた、よしよしよし、でかいよ、強いな。お、大物豚のこのサイズはあんなに引かない。やっぱここは潮流が出せるからね、この子やる気なんだろうね。すごいな、突っ込むパワー。赤字かと思いました。赤字かと思いました。でかい、重たいの伸びてないです。お疲れ様でした。ありがとうございます。パイナップル食べます。おいきつってからです。いいですよ。おお、いいだろうね。ズリズリでしょ。うん